トリュフのシュークリームで知らないからポップコーンみたいにバクバク食べてた。滝川クリステルの分なくなっちゃった。ちっちゃい時貧乏だったんで、とりあえず歯に何かあったら本当怒られたんですよ、どうしようもないので。あ、うん、うちはあの風邪ひいてもあのお医者さん行かず、お母さんが病院の前でお医者さんを呼んでアドバイスを聞くってことで失神量を免れてたお家なんで。あ、ミカといえばフワちゃん、フワちゃんといえばアンミカ。今あのどんなお仕事の量よりもフワちゃんのトーク番組での写真の貸し出しが多いっていうぐらい。うちでホームパーティーがあったんですよ。ちょっと目玉だったのがトリュフのシュークリームね。さあ、トリュフのシュークリームやばくない？一人一個ずつねって言ったのに、フワちゃんとテルマの前でお皿が空になってまして全部食べちゃったのね。うちはトリュフのシュークリームで知らないからポップコーンみたいにバクバク食べてた。滝川クリステルの分なくなっちゃった。